ブルガリさん、ありがとうございます。のあをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後4時を回りました。この時間は健康情報番組生き生きライブをお届けします。この番組は市民そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、沖縄市地方新聞記事専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM ギノア今西めぐみです。この番組では健康や福祉に関する疑問・質問・ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoa.com です。また FM ギノアではユーストリームやツイキャス、サイマルラジオでネット配信も行っています。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいね。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM ギノアのホームページや無料アプリリスンラジオで聞いてください。それではまずはじめにギノア市からの情報をお届けします。FM ギノアンから健康情報番組生き生きライフをお届けしています。ではまずはじめに司法ギノアン健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。はじめに生き生き筋力アップ教室のお知らせです。いつまでも元気でいるために自宅でできる筋力トレーニング運動と健康に役立つ知識を学びます。日時は8月31日から11月16日まで全12回、毎週木曜日に開催されます。時間は10時から12時。場所は入原老人福祉センター。対象は宜野湾市在住の65歳以上の介護認定を受けていない方、医師からの運動制限のない方、原則として教室全日程に参加できる方、定員は20名です。なお、応募多数の場合は抽選となります。受講料は無料。申し込み期限は明日8月10日木曜日までとなっております。お問い合わせは介護長寿課内線206番、または549番までお問い合わせください。続いて、特別児童扶養手当、所得状況届のお知らせです。引き続き手当が受けられるかどうかを確認する大切な届け出です。受給者の皆様には7月末までに通知しています。期間は8月10日木曜日明日から9月11日月曜日までです。受付時間は午前中8時30分から11時30分午後は13時から16時30分までです。場所は児童家庭課。お問い合わせは児童家庭課特別児童扶養手当内線182番までお問い合わせください。
JA 沖縄よりオリジナル母子手帳ケースの贈呈のお知らせです。7月10日月曜日、 JA 沖縄宜野湾支店の皆様が市役所を訪れ、佐喜真市長へオリジナル母子手帳ケース1400個を贈呈しました。母子手帳ケースはアンパンマンのイラスト入りで、診察券などのカード類が収納できます。母子手帳交付時に配布しています。宮代支店長は次世代を担う子どもたちの誕生を祝福し、健やかな成長を願いますと話しました。4月以降に交付を受けた方で希望者は保健相談センターへお越しください。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。最後に宜野湾市からトランポロビクス教室のお知らせです。トランポロビクスはミニトランポリンの上で行う有酸素運動です。開催日時は9月7日、14日、21日、28日、全4回の毎週木曜日開催です。時間は19時から20時30分。場所は保健相談センター。対象は20歳から74歳までの運動制限のない方。講師は琉球大学医学部助教授、小尻吉彦先生です。定員は15名。宜野湾市の市民優先枠が10名、市外枠が5名となります。受講料は無料。申し込み期間は8月14日月曜日から8月18日金曜日までです。お申し込み方法は窓口または電話で受け付けております。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。 CM の後はゲストさんの登場です。CM 中なので、はい。